こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。図鑑登録の旅、まだまだ続きができていないので、今回は大発生を狙って行ってみたいと思います。お、出てる、グレンの湿地。最近グレンの湿地調子がいいみたいで、色違いのポケモン見つけるのここが多いんですよね。まあ、今回に関してはどうなるかは分かりませんが、回ってみたいと思います。あ、足りない、持ってきました。これで見えるはず。あ、木の実ある。ちょっと少なくなったから補充もしたいですね。回ってきます。なんかいるかな。あ、パラス。え、またここで出ちゃった、色違い。なんだろう。待って、戦わせたい。わ、全然色が違うの分かんない。どこが違う？ん？キノコ？頭の上のキノコの色が違うんですか？あれ？今3体一緒にいるんだけど、違いが全然分かんない。若干赤色もちょっと違う？だってこれ普通の子でしょ？で、これ色、あ、キノコの色がちょっと違う。ピンク？体の色は一緒？とりあえず捕まえて、後で一緒に出します。初めて見たパラスの色違い。これパラセクトになったら、キノコまたそのままの色なのかな？ま、今後ね、色違いの子ゲットした子はね、進化もさせてみたいなと思うんですけど、なんだろう、色の違いがわからない。まあ、とりあえず他のところ回ります。いや、まさかここで出会えると思わなかったですね。まあ、さすがにね、1箇所いたら2箇所目とか 3箇所目とかいないと思うんだけど、一応見ますね。上空から4匹出てるのを確認していきます。いないね。あと、まだ見つけてないところも行こう。ベロリンガのところ、進化後ベロベルといたら捕まえときます。多分ね、持ってないはずなんですよね。本当はここが、あ、1体だけいる。ここ次の群れが出てきてくれたら本当に嬉しいんだけど、出なさそうだな。入りましたね、ベロベルと。やっと4匹。多分ね、研究レベル埋まってないんですよね。ベロリンガは埋まってるんですけど、ベロベルトはね、埋まってないから、もう1体ぐらい出てくれないかな。出ないね。欲しい時に出ないですよね、こういうの。フェザーボールがあと19個。あ、やんじゃった。あらー、終わりましたね。今回はベロベルトを1体だけ捕まえられて、もしかしたら図鑑が埋まったかもしれないのと、あと色違いのポケモンが出ていたんで、それだけかな。大量発生も回ってみてくるのはすごく楽しいんですけど、研究レベル上げるとなると結構厳しくなってきた印象ですね。とりあえず色違いのパラス、どれぐらい違うんだろう。全然色がね、違うのが分かんないんですよね。これが普通で、これが色。ん？体の色もちょっと違う？あ、濃さが違うんだ、多分。キノコもそうですよね。ちょっとしか違わない。ちょっとしか違わないけど、初めて出会えました。パラスの色違い。今後パラセクトにまたするときまで大事に保管しとこうと思います。で、研究レベルはまだ上がってないので、もう一箇所ぐらい回りたいですね。移動します。またグレンでしたよ。なんでこんなにここ多いんだろう。相性がいいのかな？本当にね、グレンの湿地で色違いが出る確率が私の場合は多いんですよね。数回ってるのはそんなに変わらないはずなんですけど、とりあえず移動します。ナエトルが
研究レベルまだ10になってなかったんで、ナイトル捕まえましょう。イワークたちはね、今多分埋まってたはずで、一応アンノーンも見に来ます。アンノーンはね、研究レベル的にはもう28全部捕まえれば埋まるので、これ以上上がることはないんだけど、なんかね視聴者さんから聞いたんですけど、色出やすい印象らしいんだよね。2体とか3体捕まえたっていう方もいらっしゃって、そんなに出るのって思っている個体ですね。どうなんだろう。親分とかも出会ったことないから、出てくれたら嬉しいです。あ、出た。え、待って、ハテナの親分だよね。ハテナ親分、うわ、すごい。え、どれぐらい大きさ違うんだこれ。ハテナ、あれ、ハテナのアンノーンってレアなのかな、わかんないんだけどとりあえず捕まえたいので、これは持って帰ります。もうこれ研究レベルと違いますね。私の趣味、完全なる収集です。おお、一発。まあ、さすがに親分出たら色は出ないでしょう、多分。わかんないけど、なんか青っぽい色らしいんだけど、今2体しか出てなかったし、まあしょうがない。次行きます。アンノーンの親分捕まえられたの初めてだから、これは嬉しいな。ただ研究レベルとは全然関係ないですよね。ナエトル行こう。ナエトル今研究レベル9になってて、10に、ね、なってる予定だったんだけど、全然まだで。お、ねえねえ、ナエトル光った。嘘、私ハヤシガメも色捕まえてるんだけど、なんかごめんね、ナエトルあのダイプリメイク、ナエトルだけ、そう、旦那さんと2人で遊んでて、御三家って2種類うちだと選んでるんですけど、ナエトルだけね、選ばなかったんですよ。本当にごめんなさい。ハヤシガメでも出してもらって、ナエトルでも色違い出してもらってるのに、私ダイパダイパの世界でナイトル選んでなかった、ごめんね。すごい申し訳ない。これは、あ、今見つからずに捕まえたが出たから、あ、新たな群れも来てる。おお、や、分個体だった、怖い。ハヤシガメはねもう埋まってるからいいことにしよう。なんかあれですね、星がついてると確定で今みたいに新たな群れが発生するんだけど、久々に何もなかったのに新しい群れが発生しました。しかも親分守ってるからいいことにします。とりあえずこっちはハヤシガメなんですよね。まさかね、ナエトル、ハヤシガメどっちも出るとかはないよね。なさそうねなさそうっていうことにして、移動してきちゃったけどよかったかな。これもね、ああ、親分がいる。御三家系の親分初めて、最近やっと会えたんだけど、来ましたね。おっきいかわいい。大きな個体、ちょっと欲しい。てか、ニコニコしてる顔してるじゃないですか、日の嵐って。どこ？え、そこ？そこ？え、待って。目が光るの、え、そこ、え、親分目赤いけど、あのなんか違うとこというかちょっと面白いところ赤くなってる。で、これ捕まえたいな。日の嵐の親分個体、ニコニコしてる印象の顔してますけど、親分だとこうなるんですね。あ、そっか、目がないポケモンは赤くならないから分かりにくいけど、一応目があるからこうなってるってことなのかな。ちょっと驚いてしまったけど、日の嵐捕まえられました。まあさすがにね、さすがにナエトル出て日の嵐のところからも出るはないよね。あ、やんじゃった。もうこれで今回のも終わりだね。一応全部見終わってよかったです。戻ってきましたねえ、ナエトルの色出ましたね。これ普通のこと、色違い。でも私前に捕まえてたハヤシガメ、色変わった進化ってこうなるんだ。そのまんまの色なんですね、一応。あ、これは嬉しい。大事にします。片方、
ちょっとナエトルの方にしようかな。そのまんまにしとこうかな。可愛いから。ちょっと大きめのナエトルで色が出ましたね、多分これは。嬉しい。ありがとうございます。はい、ということで今回は研究レベルもね、一応ちょっと上げられたんですけど、色違いが2体出たっていう動画に多分ね、なってると思います。ちなみにアンノーンの親分めっちゃでかかったです。普通の子は、もっとね、ちっちゃかったですね。ね、この子も大切にしようと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!